道は、中華民国の政治家。中国同盟会以来の古参の革命派の人物で、中国国民党では西山会議派に属するなど、右派と目されている。名は、肝だが、字の駅道で知られる。新末には、自治研究所を卒業し、武功圏管学総統圏教育会自治会長となる。この時に、中国同盟会に加入した。 1911年に侵害革命に抗をした放棄が先生省でも起きると、衝益堂もこれに参加し、都督府参謀に任ぜられている。1912年、衝益堂は先生省議会議員に選出され、同年11月には参議院議員となった。翌年に国会が遠征外により解散されると、私立中国工学に入学し、 1916年に卒業している。同年、国会の復活とともに参議院議員に返り咲いた。翌1917年、孫文が五法運動を開始すると、昭液堂は甲州に赴き、大本水夫参事、五法国会議員となった。1918年、先制老軍士に任ぜられ、先制五国軍へ派遣されている。 1921年12月、大本営参議に任せられ、1923年には、河北軍事特派員として総根まかない戦反対の宣伝を行っている。翌1924年10月には、大元水府軍事委員に就任した。孫文氏後の1926年、小駅堂は、小海石の北伐に随住し、戦意史に任せられた。各地で、 国民革命軍への功を促す政治工作を行っている。同年4月、国民党右派の西山会議派が上海で独自に中国国民党第2回全国代表大会を開催すると、章もこれに参加し、中央執行委員に選出された。1928年11月、章役堂は国民政府立法院立法委員権。 法制委員会委員長に任せられる。この頃、応用品ナーと協力して、首都女子法制講習所を南京に創設した。翌年3月、国民党第3期中央執行委員候補に選出されている。1931年、中央政治会議委員となり、国官官庁も兼ねた。これらのほか厚生委員会委員、近縁委員会委員なども歴任している。 1935年7月、巨星の公認として、最高法院委員長に任命され、1940年9月まで、務めた。なお、1935年11月には、東大後期中央執行委員に選出されている。1947年、雪のり国民大会代表に選出された。国境内戦末期に海口経由で、台湾に逃れ、 相当不国策顧問に任ぜられている。1950年10月28日、台北にて病没。去年71、ありがとうございます。